教えて、なおこばあば。一人っ子の女の子なんですけれども、いつもまあちょっと友達と遊ぶときに物を貸すことっていうのがすごい嫌がるんですよ。一人っ子だとどうしてもやっぱ自分のものは自分のものっていう感じになっちゃうんで、まあ、子育ての中でこうやってこう物を分け合う精神をもうちょっとこう育んでほしいなと思うんですけど、一人っ子だったらずっと見てるわけじゃない。そうだ、実のところうちの夫が一人っ子なんですよ。あ、そうですね、よくわかる、ね、やっぱりそういう感覚ないもん。全部自分のものは自分のものだし、そうなんです、貸してあげればいいじゃないとか言うんですけど、もういやいや貸すみたいな感じなんですよ。今一人だから、はい、一生懸命そっちに目いってるけど、はい、それ5、6人行ってごらん、どうでもよくなるから。大抵何やっても許されちゃうし。そうですね、許しちゃうよね。はい、それが悪いわけじゃないの。いろんな方に揉まれてるうち変わるのよ。私は思うには、親のすることっていうのはできるだけ自分と違う人たち、人間たちと付き合う。私自身が違う人と付き合えば、子供たちもまた違った雰囲気があるじゃないですか。はい、はい、うん、確かにちょっと友達に合わせた時とか、なんかこう子供が知らない一面とか見せてたりして、ちょっとびっくりすることがあります。そうでしょ、はい、そうするとみんながどうするんだか分かるから。うで、ね、で親はさ、いい子ちゃんにしたいもんだからさ、貸してあげなさいなんて言うと、そのうち自分で貸すようになるから、そうですね、心配することないわよ。そうですね。